半世紀生きたも働きたくないピラエンです、おはようございます、5月9日の朝9時半過ぎたとこです。はい、今日もよろしくお願いします。今川西の瀬口駅の方来てます。今日は整形外科院の方でリハビリ行ってきます。はい、1週間に1回行ってんですけど、今日はね、診察とでちょっとリハビリやってきます。またレントゲン撮って、あの骨がどうなってるかっていうのちょっと見ます。どうなってんすかね。まだねちょっと動かしにくいんですけど、せやけどねだいぶ動くようになったんですけどね。はい、じゃあちょっと行きます。診察終わりました。今度まだ診察2週間後になります。骨がね出てきたいうことでね、まだまだねちょっとリハビリとかやっていかなあかんなんですから、頑張っていきます。だから今日5月9日なんかヒカキンのラーメンが、セブンイレブンで発売中ですね。ちょっとねコンビニによってどうなんすよ、もう売り切れてるかもしれないですけど、ちょっとコンビニ見に行って、であったらまあ買おうかなと思います。いやちょっと行ってきます。あれ一軒目置いてなかったですね。なんか置いた気配すらないですけど、川西は今日発売じゃないんかな、確か5月9日発売で、どうなんだろう、全国一斉じゃねえんかな。なんか川西の瀬口近辺あと2軒あるんですけど、そこなかったらもう帰りますね。なんか味噌菌帰るまで帰れまてんみたいになってるけど、もう川西の瀬口になったら帰ります。結局なかったです。じゃあ帰ります。結局昼ご飯カツサンド買ってきました。いただきます。晩ご飯は焼きそばです。いただきます。
右腕なんですけどね、昨日ねちょっとこう拭き掃除をしてみたらね、ちょっとねまだこう動かしてるとねすぐだるくなってきてね、でもう左手でずっと拭き掃除やってたんですけどね、まだ右腕こう上げるのが辛いですよね。はい、もうねちょっと出前館でもやって金を稼ぎたいとこなんですけど、なんかまだまだカレー屋もちょっと手伝いもできてないんでね、まあちょっとやりたい気持ちもあるんですけど、どうかね、はい、いや動画ご視聴いただきありがとうございます。ピルエンでした。ヤマタ。